ボーモントのダウンタウンボーモント港と石油精製施設ボーモントはアメリカ合衆国テキサス州南東部に位置する都市。ヒューストンの東約 130km、テキサスルイジアナ宗教の西約 40km に位置する。人口は118,296万人。近隣のポートアーサーやオレンジと共に形成しているゴールデントライアングルと呼ばれる都市圏は ジェファーソン軍を中心に4軍にまたがり、人口40万3190人を抱えている。ボーモントは1901年にスピンドルトップの油田が発見されて以来、テキサスで最初の石油産業の町として、また全米有数の港湾であるボーモント港を全面に抱える港湾都市として発展してきた。ボーモント港の周辺には石油生成施設が立ち並んでいる。 しかしその一方で、石油化学産業による深刻な大気汚染も取り沙汰されている。また、一帯は20世紀初頭に日本人が移入し、稲作を広めた地でもある。新潟県長岡市出身の実業家、岸吉松は1907年、当時ボーモンと東港にあったテリーという町に、岸コロニーと呼ばれた日本人入植地を創設し、稲作農家を中心に、 日系人移民を集めた。やがて騎士は騎士コロニーで発見された石油の採掘で財を成し、バロン騎士と呼ばれた。この油田には山本56も関心を示した。1835年、ニューヨーク州出身の実業家ヘンリー・ミラードが、マサチューセッツ州出身のジョセフ・ P ・プルシファーと共に設立した会社、JP ・プルシファーカンパニーは、 ネッチ川のほとりに50エーカーの土地を購入し、ボーモントの町を創設した。町の名は、その前年にニューオーリンズで死去したミラードの妻でミシシッピ州ナチェズの交渉の娘であったメアリーの旧姓から付けられた。1838年にボーモントは正式な町となった。スピンドルトップの油性ボーモントはその初期から企業によって栄えてきた。 創設されて間もない頃は不動産、交通、小売りが、後に鉄道、建設、材木販売、コミュニケーションが起こった。こうした産業により、ボーモントは牛の牧畜や農業の小中心地となった。南北戦争後の鉄道の復旧と延伸により、19世紀後半にはボーモントは製材ブームとなった。やがて1880年代、川に、 蒸気船が行き交うようになると、ボーモントは製材と米のもみすりの中心地となった。1892年に創設されたボーモント・ライスミルは、テキサス州で最初のもみすり所であった。1900年代初頭には、ボーモントはサザンパシフィック、カンザスシティ・サザン、アッチソン・トピカサンタフェ、ミズーリーパシフィックといった鉄道の路線が集中する、鉄道交通のハブとなっていた。 1901年1月、ボーモント南東のスピンドルトップで油田が発見されると、ボーモントは芝叩く間に石油産業で栄え始めた。1901年1月に9000人であった人口は、わずか2ヶ月後の3月には、その3倍以上の3万人に達した。ボーモント東港のテリーに入植した、岸吉松が1907年に創設し、稲作を行っていた。 日本人入植地、岸コロニーでも1919 19年に石油が見つかった。岸はこの石油資源に関心を示した山本56との会合の後、オレンジ石油会社を設立して財を成した。1920年代に活動した白愛主義者ウィリアム・キャスパー・ティレルは、ボーモント港の整備、地元の米産業、郊外の開発、 公立図書館化目的でのファーストバプテスト教会への寄付といった様々なプロジェクトに寄与し、ボーモントに経済、文化両面での発展をもたらした。ファーストバプテスト教会は2002年にティレル歴史図書館になった。第二次世界大戦中には、ボーモントは造船の中心地となり、テキサス州内の農村に住んでいた労働者が高級を求めてボーモントに殺到した。 しかしその一方で住宅供給の逼迫や人種間の緊張の高まりといった問題も抱えていた。1943年黒人男性による白人女性への強姦事件をきっかけにペンシルベニア造船所の労働者約2000人が決起し、やがて1943年のボーモント暴動と呼ばれる人種暴動へとつながった。左、ジェファーソン軍における ボーモントの地域右、テキサス州における、ジェファーソン軍の位置ボーモントは、北緯30度4分48秒、整形94度7分36秒に、位置している。テキサス州南東部、メキシコ湾岸の平野部に位置し、平均標高は、約5メートル、海岸線からは、約50キロメートル内陸に入っている。 ヒューストンからは東へ約1 3 0トル、ニューオーリンズからは西へ約4 2 0トル、テキサスルイジアナ宗教からは西へ約4 0トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、ボーモント市は総面積2 2 2 6トルである。このうち2、20. 2 0 2トルが陸地で2 4 k 平方メートルが水域である。 総面積の1.07%が水域となっている。市の東にはメキシコ湾へと注ぐネッチ川が、また市の北にはパインアイランドバイユーが流れている。ダウンタウンはネッチ川の西岸に広がっている。ネッチ川にはリバーフロントパークの対岸に浮かぶトリニティアイランドやハーバーアイランド、スミスアイランド、クラークアイランドといった中州がある。 この地へのヨーロッパ人の入植が始まる以前は、一帯には無数の川が流れていたが、入植が始まってからはその多くは埋め立てられたか、あるいは排水路へと姿を変えた。ハリケーンリタの風で全壊した、ボーモント市内の境界、ボーモントの気候は、メキシコ湾の暖流の影響を受けている、亜熱帯性の気候で、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属する。夏は、 非常に蒸し暑く、7月8月となると最高気温は、摂氏30度を超えるのが常で、最高気温の平均は、摂氏33度に達し、湿度が高いため体感気温はそれ以上となる。湿度が高いため夜になっても気温はあまり下がらず、最低気温の平均は、摂氏23度ほどである。冬は、総じて温暖で、最も寒い1月でも月平均気温は、摂氏10度、 最高気温の平均は摂氏15度、最低気温の平均でも摂氏5度で氷点下に下がることはほとんどない。ボーモントとその周辺はテキサス州内で最も降水量の多い地域で2月から4月にかけては他の月よりもやや少ないものの月間90ミリメートル程度の降水量があり、最も多い6月には月間150ミリメートルを超える。 年間降水量は1400ミ、mm、リメートルを超える。冬の降雪は稀に見られる。ボーモントと周辺一帯はハリケーンに見舞われやすい土地である。2005年9月にはボーモントはハリケーンリタの直撃を受けた。この時、サウスイーストテキサス地域空港は閉鎖され、住民には2週間にわたって避難命令が出された。避難命令は2008年に ハリケーンアイクがガルベストンに上陸した際にも出された。カイルブロックとエドソンホテルボーモントの主要な建物のほとんどはボーモントにおける石油産業が流星にあった1920年代から1930年代にかけて建てられたものである。4面に直径5.2メートルの時計を配した時計塔が特徴的な15階建てのサンジャシントビルディングは1921年に 建てられた。翌1922年には、サンジャシントビルディングの向かいに、アトランタのワインコフホテルに似せて設計された11階建てのホテルボーモントが建てられた。その後も1925年に12階建てのアメリカンナショナルバンクビルディングが、1926年には同じく12階建てのウッドヒュービルディングが、1927年には12階建てのラサールホテルが、 そして1928年には20階建て、高さ73.2メートルのエドソンホテルが建てられた。1930年代に入ると、ボーモントにもアールデコ町の建物が登場した。特に著名なものとしては、1931年に完成したボーモント港の近くに立地する14階建てのジェファーソン郡地方裁判所が挙げられる。また、1933年に建てられた。 11の店舗が並ぶカイルブロックはテキサス州におけるアールデコ町の商業施設用建築物として最も優れた例の一つとされている。しかしその後は1961年にセンチュリータワーが建てられるまで著名な建物が新たに建てられることはなかった。現在のボーモントで最も高い建築物は1987年に完成したエディソンプラザで 17階建て、高さは77.4メートルである。ジェファーソン郡地方裁判所ボーモンとは、シティマネージャー制をとっている。市長及び市議会は条例を制定、施行し、予算を承認し、政策を決定し、市弁護士、事務官、政務官や、シティマネージャーを任命する。市議会は6名の議員からなっており、市を4つに分けた、選挙区から各1名。 およびワイルドカードで2名が選出される。市長及び市議会議員の任期は2年で、選挙は各年で期数年に行われる。衆議会議員選挙においては、ボーモントは、会員第21選挙区及び第22選挙区、上院第4選挙区に属している。また、連邦議会会院議員選挙においては、ボーモントは、テキサス第2選挙区に属している。 この選挙区においては、1846年に創設されて、以来民主党の勢力が強く、1849年から2005年までの156年間に、わたって民主党が議席を維持してきたが、2003年のテキサス、選挙区割り変更の影響もあり、2005年に共和党が初めて議席を獲得した。また、ボーモントには、州の機関も2つ置かれている。 テキサス州交通局は、州内に24カ所ある、区事務所の一つをボーモントに置いている。州内に14カ所ある控訴裁判所のうちの一つ、テキサス州第9控訴裁判所は、ジェファーソン郡地方裁判所内に置かれている。ネッチ川に架か,かる鉄道橋、ボーモント港に出入港する船舶の航行を妨げないように、紹戒橋となっている。ボーモントに、 最も近い商業空港は、市の中心部から南東へ約1 6トル、ボーモントとポートアーサーの中間に立地するジャックブルックス地域空港である。しかし、この空港に発着している定期旅客便は、コンチネンタル航空によるヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港からの便のみである。同社最大のハブ空港であるジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港はボーモントから、 直接利用可能な距離であり、市の中心部から車で1時間40分ほどである。ボーモントには、アメリカ合衆国南西部、南部を東西に横断する幹線、週間高速道路 I-10 が通っている。ボーモントには、環状道路はないが、北西高のランバートンの近く、および南東高のネダーランズの近くまで、高速道路規格の道路が、 i 10から分岐する形で伸びている。ダウンタウンの西にはアムトラックの駅があり、ロサンゼルスとニューオーリンズを結んで、週3便運行されている長距離列車、サンセットリミテッド号が停車する。また、ダウンタウンにあるグレーハウンドのバスターミナルからは、ヒューストニア・バトンルージュへのバスが発着する。市内の公共交通としては、ボーモンと市営交通システムとして旧系統の、 路線バスが運行されている。これらのバスの路線は2000年10月にダウンタウン再生事業の一環として設けられたダネンバウムステーションというバスターミナルを中心として放射状に設定されている。レーマー大学は市の南東部にキャンパスを置いている。この州立大学は1923年にサウスパーク短期大学として創設され、 第二次世界大戦後の1949年に4年生大学に移行して、レーマー州立工科大学に改称された後、1971年に減少に改称された。4年生大学に移行した際に、工科大学であったことから、総合大学となった後も、同学は理工系の分野に特に重きを置いている。1995年には、同学は、 テキサス州立大学システムに編入された。ボーモントにおける K12 課ほどは、ボーモント独立学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。この学区は小学校18校、中学校7校、高校3校を有し、約2万人の児童、生徒を抱えている。また、カトリック教会のボーモント市教区は、ボーモント市内に小学校3校と、高校1校、 ポートアーサーに小中一貫教育校一校、オレンジに小中一貫教育校一校を運営している。ダウンタウンのホテルボーモントの隣には、ボーモントを代表する劇場であるジェファーソンシアターが建っている。この劇場は1927年に建てられ、オーケストラの公演やパイプオルガンの演奏、映画の上演といった様々な演技芸術の場を提供してきた。 1970年代に経済的困窮により劇場は一時錆びれたものの保全と改修によって蘇った。ジェファーソンシアターは1978年に国家歴史登録財に指定された。ボーモントを代表するもう一つの劇場、ジュリー・ロジャースシアターはサウスイーストテキサス公共楽団ボーモントシベック・オペラ、ボーモントシベック・バレエ。 およびボーモントバレーシアターが本拠としている。1681席を有する。この劇場は、もともとは1928年に、視聴者として建てられ、後に改装されたものである。このジュリー・ロジャースシアターから、メインストリートを隔てて立地する、シビックセンターは6500席のアリーナを有し、これまで、マイケル・ボルトン、ティム・マック・ロー・フェイス・ヒルのコンサートや、 ビルコスビーの講演などを行ってきた。テキサスサイズの消火栓が特徴的なテキサス消防博物館、シビックセンターからほど近くに立地するサウスイーストテキサス美術館は主に19世紀以降のアメリカ芸術の作品を展示しているほか、芸術教育プログラムも提供している。エジソン博物館はトーマス・エジソンの発明品を展示し、 またエジソンに関する文献を集めた図書館を有している。テキサス消防博物館は、かつて消防活動に使われていた道具や、防火に関する展示物を展示している。この博物館の前提には巨大な消火栓が設置され、博物館のシンボルとなっている。1906年に建てられ、実業家、ウィリアム・マクファリンとその一家が住んだ、ボザール様式の豪邸は、 1971年に国家歴史登録罪に指定された後、1986年より博物館として公開されている。ベイブ・ザハリアス記念館ダウンタウンの北、i マイナス10沿いには、近隣のポートアーサーで生まれ、ボーモントで育った女子スポーツの母、ベイブ・ディドリクソン・ザハリアスを記念して設けられた、ベイブ・ザハリアス公園がある。園内には、ベイブ・ザハリアス記念館が立地している。 また、市の南西部に広がるティレル公園内には、ボーモ門と植物園がある。この植物園は、庭園と温室の両方を有している。庭園の敷地内には、椿やバラなど、特定の植物を栽培している庭園や、日本庭園もある。温室内では主に熱帯植物が栽培されている。ほか、人工の滝や錦鯉の泳ぐ池も設けられている。 毎年3月の終わり頃から4月初めにかけては、ボーモントでは、南テキサスステートフェアが行われる。この祭りでは、家畜の品評会や、商品の展示会、カーニバル、野外コンサートなどが行われる。会場内の模擬店では、バーベキューなど多州、多地域のステートフェアでもよく見かける、料理のほか、テキサスルイジアナ宗教にほど近い地理的要素を反映し、 テクスメクス料理やケイジャン料理も出される。この祭りは地元の青年ビジネス連盟が主催している。ボーモントの都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。ボーモントポートアーサー都市圏以下に、ボーモント市における1890年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ボーモントは以下一都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。